さ、毎年ね恒例になりました札幌のホワイトイルミネーションですけど、いかがでしょうかね。まあこれもね毎年パターンがね同じっちゃ同じなんですけどね。はい、まあこんな雰囲気でね、はい、はい、うわこれねフィルターつけるとほらめちゃくちゃ見にくいグリーン色のフレアというか出ますよね。今出てますよね画面に。これなんですよ。見にくいでしょ。あの結構いいフィルター使ってるんですけど、それでもねこういう風にねフィルターつけるとねグリーンのフレアみたいなのがこう発生します。はい、ね今ねフィルターを外しました。はい、どうです、フィルター外すとね先ほどのあの見にくいグリーン色のフレアと言いますか、なんていうんですかね、はい、綺麗になくなりましたよね。ここなんですよ。ですからあのイルミネーションですとか強いあの天光源、特に夜撮影するときですね、照明の強い天光源がある、まあこういうとこですよね、絶対フィルターつけて撮影するのはやめた方がいいですよ。はい、価格はかなりね狭いと思います。まあ、結構お客さんね今日やっぱり暖かいから来てますかね。はい、まあ今日はこんな雰囲気で撮ってますけど、まあ、今日はねちょっと急遽ね撮影に来ましたので、ああいろいろね模様が変わるようですね。ああ考えましたね、これ雪に映ると綺麗だろうな。はい、ねちょっと画角が狭いのでちょっと離れた地点からねちょっと撮ってみますね。はい、こんな感じですね。はいはい、はい、いかがですか、綺麗に撮れてるかな。はい、シャッター速度はね、一応50分の1、まあ、北海道ですんで50分の1でね今設定して撮影しております。まあ、フリッカー防止ですね。こんな感じで撮れちゃってます。あ、結構人いますね。まあね、APS-C 機ですのでね、できればやっぱりフルサイズでね撮りたいんですけれども、どうかな、 F1.8 で結構ノイズとかいかがですかね。画角がちょっとやっぱり狭いんで雰囲気がちょっとなかなか伝わりづらいんですけど、もうちょっと離れた方がいいかな。はい、こんな具合ですね。結構ね、あの濡れた路面にイルミネーションがあってね、はい、青い光が反射してると思いますけど、まあ、こういうのもね、結構綺麗ですよね。まあ北海道ですから本当は雪がね、もう積もるともっともっとね雰囲気が出て綺麗なんですけど、まあ名前もねホワイトイルミネーションというぐらいですから。本来ね雪があるともっとね、はい、雰囲気が出るんですけど、もうね雨は雨の日でね、あ、雨っていうか濡れた日は濡れた日で、なかなかね雰囲気よく撮れたりなんかしますけどね。はい、向こうのね奥に見えるのがあのすすきのの方面ですけれども、ちょうどね街路樹にもまあイルミネーションがね点灯されてます。この時期は冬ね見るとすごくね綺麗ですね。なんと気温が今日14度です。通りで暖かいと思いました。14度の気温です。はい、今ね F2.8 で撮ってますね。 2.8 ってどうかな、モニター見る限りはね露出は
ほぼほぼ適正かとは思うんですけれども、うん、どうですかね、飛んでないですかね。まあこれも去年と変わらないですね、同じかな。色合いがちょっと若干変わったかもしれないですね。何の準備